いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ミスターレイブ D の高弘です。ミスターレイブ D。ミスターレイブ顔ですから。もうみんな知っとるもんね。いやいやいや。やばいよ高弘君。ありがとうございます。まあでもなんかなるべく身近な存在になりたいとは思ってます。ね、戦略的にいろんなとこ回っててすごいなって本当に、はい、思います。まあ、でもね楽しいですよ。例えば RDX の試乗会とかやってるんですけど。はい、やっぱり今回すごい自信作で車できたんで、うん、まあ、どこ行っても正直走るんですよ。だから本当にここタイヤなんですか、タイヤ分かりました、じゃあこのタイヤって言ってポンってやってすぐもうみんなびっくりするぐらい走るから楽です。なるほど。で楽しい。だから長距離運転なんですけど全然楽しくできる。はい、もうこの話題の商品目白押しなんですけどね、はい、じゃあまず RDX からいきましょうか。こちらですよね。はい、はい、まずはバスタブのこういうフルプラスチック、もうほぼほぼプラスチック、金属の部分なんて、はい、本当にピニオンと中のギアとベアリングとネジぐらいかな、はい、フル樹脂です。でもう本当に各部の精度とか、うん、そういうのはすごいこだわってて、はい、一応もちろんこのまま競技にも出れるぐらいの初期設定値になってますし、初心者の方とかでも走りやすいっていう、はい、まあ、本当に理想的な数値が出た車になってます、うん、まあネオスタンダードってことで売ってるんですけど。なるほど、はい、まあ、次世代の車ですね。次世代っていうことですね、はい。いやこれやばいな、一緒だな、どうしよう。なんかあったんですか。なんもないです。あ、なんもない。いや全然折れないですね。いや素晴らしい。なんか、まあ、この辺の紹介は、ね、後でしますから。はい、アッパーアームはもう全部樹脂一体もんとですね。はい、フル樹脂ですね。で例えばこういうところにちょっとスペーサーとか、はい、そういうの入ってるんですけど、ええ、その辺もここに要は付属のスペーサーをこれを入れてくださいっていう風に全部なってるので、今この状態もそうですし、体験走行とかでやってるのは、はい、もう完全に説明書通り組んだ状態の車が、ちょっと切れ角とか、はいはい、うわめっちゃスムーズじゃん、やばすごい。裏側を見せてもらっていいですか。はいはい、いやまあ、この辺も結構まあ、ちょっと見えづらいんですけど、はい、サスブロックが要するにこういう風に入ってるんですよ、はいはいはい、でまあ、それによって、まあ、狙いとしてはサスマウントを要するにもうバックできるんで、で一体物でできるから、うん、まあ、コンパクトで軽量だし、うん、要するにオーバーハンから先をすごい軽くできるんで、今回その RDX ってダンパーの位置を下げたりとか前のサスマウントをなくしたりとか、コンセプトとしてなるべくオーバーハンクから先を軽くするっていうのを、なるほど、とにかく、はい、重点的に作ってます。まあ、あとはコスト的にもやっぱりサスブロック1個でするんで、うん、俊敏性がね良くなるもんね。そうですね。でどうしてもサスマウントとかってちょっとその斜めにつけちゃったりとかすると、はい、キャスターとかそういうの全部変わっちゃうんですけど、うん、これはもう基本的に4点でバッチリ一体もので作ってるんで、ここがずれるってことがまずないので、はい、ダンパーの付け方もねこういう感じで。そうですね、基本的に、まあ、これの唯一のデメリットとしたら、はい、このダンパーのこういう角度が調整できないっていうのが一つあるんですけど、はい、特にそれは問題なくて、なぜかっていうと、もう今これキャスターがだいたい初期設定で 7,8 度なんですけど、あ、なるほど、もうナックルも全部含めてもうその数値でもうバッチリです、もういじらなくて大丈夫ですっていう数値にしてるんで、はい、まあ、調整できないですし、こう調整する必要がない、必要ない。でそこを変えなければ基本的にこの角度って変わらないんで、なるほどなるほど。でその分逆にこのダンパーのこの角度で、うん、コンマ5とかでもすごいフィーリングが変わるんで、そっちの方がよっぽど重要なんで、どっちを取るかってなった時に、まあ、こっちになります。まあ、この釣り下げのナックルというか、やっぱり RDX って、まあ、リアのオーバーヘッドとかそういうのが皆さん見られると思うんですけど、実際にこだわってるのはもうほんと 90% 以上フロントで、この辺を全部釣り下げとかいろいろ新しい構造を取り入れてるので、釣り下げのメリットとしては、はい、普通に上だと見えるかな、ここに結構当たりがちなんですよ、このタイロットが、はい、ハンドルを切った時に。でも吊り下げ式にして、まあ、ベアリングとか少し外にオフセットすることによってハンドルを切ってもここが全く当たらないんですよ。あ、本当だ。だからなんなら、まあ、今これ無理やり曲げちゃいますけど、もっとこのぐらいダンパーに当たるぐらい切っても、今ベアリングに干渉してないんで、最近こうアッカーマンとかって結構揃える人たちが多いので、うんうん、なるべくそのここの押しの力の具合的に強くしたいんで、ここはなるべくねストレートにしたいんですよ、はい、これブレースはもうつけてもつけなくてもどっちもいいの。いやーこれはもう正直つけた状態がベストで組んでるんで、そのもちろんその好みとか、あとは当然フレームがこうやって入るとしっかりするんで、はい、ダノ効きとかも良くなるんですけど、
まあポジティブに言うとダム効きが良くなるし、ネガティブに言うとそのフロントが強くなりすぎちゃう場合があるんで、例えば初心者の方とかでもう本当にフロントバカにしたいなって方なんかはこれブレース抜いたりとか、あと緩めてオーリング入れたりとか、そういう風にしていい意味で逃がすっていうやり方もできます。リアもそうですね、リアがこうグッてかかりすぎるんだったらここを少し緩めたりとかするだけでも、リアのグリップを落としたりとか、はい、そういうのがそのアッパーデッキでやると結局全部がしなっちゃって全体が変わっちゃうんですけど、はい、ここだったら要するに前後バランスとその締め込みとか、あのあとは例えばネジの長さとかでも結構変わるんで、その辺を前後で全然別の考え方ができるっていうのもこの RDX の特徴でもある。いやモーターの位置がここと、あとそうですね、この2箇所になってます。でうちは基本的にこの後オプションでその微調整とか、例えばそのなんていうの無段階でとかっていうのは、はい、一切考えてなくて、もうすでにやったんですけど、まあ、例えば低く下げていくと当然重心はオーバーヘッドよりは前に行くんで、トラクションという意味ではさすがにオーバーヘッドにはかなわないんですけど、はい、やっぱりモーターが低い分すごく安定感はあるんですよ。ですよね。でこっからこうやって上げていくとトラクションは悪くないんですけど、まあ、急にバランスが悪くなったりとか、そういうところがあって、でこのぐらいまで持っていくと確かにそのこの低い状態よりは振られるかもしれないんですけど、トラクションでそっちを要するに振られを勝るぐらいトラクションが上がるんで、結果良くなるっていう。なるほど。でじゃあもっと後ろに下げればいいじゃんってなると、うん、その結構ピニオンとこのスパーのこのギアと、あとギアの配置ですね、はい、その辺とあのユニバの角度とかの配置的にやっぱりベストなところの位置ってあるんですよ、うん、そこを崩すと急にいきなり後ろに下げたのにトラクション落ちちゃったりとか、ただ全開に下げればいいとかじゃなくて、もう本当に下げるならここ、上げるならここっていうので、うちらも本当にミリ単位で微調整でテストして、もうこの2つで決め打ちしてるんで。で、あと次にこの、これポコッと取れるの？あ、そうですそうです。これ、こういう感じで。おお、はい、これアンプのね、マウントがね、ポコッと簡単に取れるんですよ。はい。ね、よくあるのがネジで止めてるやつとかあるんだけども、はい、アンプ張っちゃってると取れないんですよね。そうですよね。そう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 。で僕も体験速度が走ってるんですけど落ちたことないですね。まあそもそも配線でこうやって止まってるんで、まずそれだけでもこれが例えばガバガバだとしても落ちないんですよ。キュッて入るようにはなってるんですけど、やっぱりであとネジで止めるとしてもなんかこう位置とか調整するとネジにこう重なっちゃって結局両面テープ外さなきゃいけないとかっていうのがあるんですけど、ここだったら例えばアンプを低い位置に下げるとか上の位置に下げるって言ってもどこからでもこうやって外せるんで、やばっ。でまあミッションにアクセスしやすいっていう、それ超便利だわ。はい。で一応デフはソリッドが入ってて、で YD とかのギアとかも全部入るようになってるんで、あと例えば最近入るの LSD のギアとかそういうのも全部入ります。でソリッドも結構評判が良くて、まずソリッドにした一番の理由としては、はい、ソリッドってこう良くも悪くもアンダーが出やすいんですよ、はい、まあ多分やられた方は多分ご存知だと思うんですけど、でもポジティブに考えると初心者でも負けづらいんですよ。でじゃあ初心者だけかっていうと、実は RDX ってすごいさっき言った通りフロントにこだわって、まあ今度やっていただくと分かると思うんですけど、フロントがすごいグリップするんでソリッドでもちゃんと曲がるんですよ。だから僕もブログとかでいろいろ走ってる動画、こういう例えば上手い人がこうですよ、初心者がどうですよっていうのもちゃんと走れてるのはソリッドで、ちゃんと走れてるのはフロントがちゃんといるから、で初心者からしてみたらソリッドだから安定するし、ただその超ショートコースとか、まあ、僕も体験走行会いろいろやって、本当のショートコースとかR がすごい小さいところが複合するところはさすがにデフもいいかなと思ったんで、それは一応今後デフのオプションとかの考え方もいろいろ今やってるんですけど、まずソリッドでやってもらいたいです。いきなり例えばオプションの他のギア入れるとかじゃなくて、まずソリッドでやってほしいですね。であと次特徴としてはバッテリーかな。そうですね、バッテリー今これがショートリポの厚型がついてて、はい、体験走行はまずあの厚型にオーバーヘッドの位置で体験走行やってるんですけど、はい、一応薄型にもできます、はい、で今ちょうど見えるかな、 ここに穴が開いてるんですけど、うん、あるある2個、うん、はい、でこの下に要するにアダプターみたいのがあってネジで止めれば薄型でもガタつかない。あーなるほど。であと例えばメーカーさんによってバッテリーのこの前後が若干こう長さ、はい、全長が違うので、そこはあの付属にスペーサーが入ってるのでそこで調整してください、うん、これ縦置きにも実はできて、まあこれが今日課のバッテリーとか、うちもやっぱりこの車は本当にスタンダードっていうことで初心者の方とかにもやってもらいたいんで、まあさすがにねブラッショートリポとかは敷居が高いんで、あ敷居高いですね、まあ、日課のバッテリーもこうやって縦に詰めますってことは、まあリポのロングも詰めるし、で今こうやってストッパーがこういかないようになってるんですけど、ショートリポで縦置きするとガバガバ動いちゃうじゃないですか、はい、そういう場合はこれひっくり返してもらえればそこでストッパーになるんで、
今ねマジックショー見てるのでまあ本当にこだわりどこって言われたらもう全部こだわってるんで、はい、それこそ例えばあのネジって締まればいいわけじゃなくてその場所場所によってあのそのここは力が強くかかるからそこをふんだんにその力をやりたいから剛性上げたいからネジを本当は8ミリで足りるけどあえて10ミリのネジ使って強くしたりとかここは若干逃がした方が操作しやすいから本当は8ミリがいいけど6ミリで噛むから6ミリにしようとかネジのその長さとかあと例えばこのアッパーとあの他のこういうバルクとかでも全部合成とか使ってる樹脂の配合とか違くて例えばフロントのロアームは走らせたいから合成硬くするけどリアに関してはやっぱり粘りが欲しいからちょっと柔らかい樹脂を使おうとかでワイパーは合成硬い方がいいしあとクリアランスもフロントナックルはなるべくスルスルの方がいいから収縮をちょっと抑えたりとかでワイパーはガタついちゃうから収縮をちょっと強めにしてあのちょっときつめに入るとかその辺も全部収縮も樹脂でバランスで全部調整してるんでで体験走行とかの車も基本的に別に僕が組んだとかじゃなくて普通に会社とかのいる人が時間ある中で組んでもらってそのまま持ってってるんで別になんか僕スペシャルで組んでるとかそういうわけなんでベアリングとかはさすがに出しとかはしてるんですけど基本的にはあのもう普通に組んでもらった状態で僕そのまま持ってってるんで本当に樹脂でもう十分剛性あるんですよ。かなり硬いし、うん、で特に後ろ回りなんかはもうほぼねじれない、うん、じゃあ次行きましょうか。はい次行きましょう。はい次は、はい、本邦初公開でございます。やばいこれ、はい、こちらの一体成形で作りました、うん、GR の、ファンデム86と、はい、なっております。これマジで一体成形で、あもちろん金具とかはさすがに無理ですよ。別体ですけどね基本的に全部一体で、まあ、スライド金型でかなり金型をいろいろ分割して、うん、なんとか一体で作るようにしてます。かっこいい。ちょっとギアの方が、はい、あこれ今こっちもで唯一、うん、ここの黒い部分あるじゃないですか、はいはい、ここの部分だけちょっと抜きの形状的にどうしても一体でできなかったんで、うん、そこだけ別体になってた。ただあのこういう要は彫りの深さとか、うん、あとは、ね、はい、あとこういうサイドのこういう深さとかはもう全部本当に一体で作ってます。うん、これ何？あこれは今これ実は今この幅って売るとき197の192で売るんですけど、はい、実際出来上がったらここの深さっていうか広さがちょっと甘くて実際にはもう少し広がる状態で今これから金型をもう一回修正するんですけど、はい、まあ概ねこれだよっていうのを見せたくてちょっとなんとか間に合わせて、あなるほど、ね、まず早く1日でなんとか用意してくれて今この197の192っていうのが RDX のオフロク前後履いてドンピシャなんです、うん、うちら的にはやっぱりまあ競技とかも出るので、はい、リアトレッドとかは、まあ、なるべく狭めて、まあ、安定感だったりとかあとトラクション性能だったりとか、トレッドって広げると、まあ、いい面もたくさんあるんですけどやっぱりデメリットとしては車がこう四角形になってくるんで、はい、結構こうくる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 回っちゃうようになる。あとやっぱ縦に伸びなくなったりとか、これは割と本当に見た目もあれなんですけど競技向けな感じのボディを意識してます。でただ192ってだいぶ狭いじゃないですか。狭いで一応入らないってこともあるので これも一応付属するんですけど、はい、これを黒い部分切ってもらって裏からこうやってはめ込んでもらえれば。ああなるほど、はい、でミラーとかも、まあ、今こっちのタイプともう一個のタイプがあってどっちにするかちょっと悩んでるんですけど、はい、ミラーも全部付属させる予定です。なるほど、ライトパーツとかそういうのも全部、まあ、大体8000円切るぐらいではいけると思います。全部要はカナード、ボディミラーとかフェンダーとか全部ついて大体8000円ぐらいいけるんじゃないかなと思ってます。そうですね。で結構やっぱり一体で、うん、ポリカもその材料こだわってるんで、ええ、まあ、今マグネットとかマフラーとかも全部ついてる状態なんですけど、うん、結構軽い軽めなんですよ。うわめちゃくちゃ軽いじゃんこれ。はいめっちゃ軽いです。やば。当然今この後ろつけてない だいたい金具ついてない状態で塗ってない状態でしか僕もう時間なかったんで測ってないんですけどそれで 90g ぐらいです。でなおかつ、うん、結構硬いんですよ割と、まあカチカチではないですけど、うん、そこそこ硬く作っててやっぱり軽くて硬い方が、まあ、運動性能もいいし、うん、カチッとします、うん、はい。でまあやっぱり軽量化したいですね。当然いろいろ重心位置がボディって一番高いところにあって、はい、そこが重い重くないでだいぶ運動性能変わってくるんでそこをなるべくだから
から今回はとにかく、まあもちろん見た目もそうなんですけど、リアトレッドだったりとか重量だったり剛性とか、はい、そういう本当に走りに変わる、もう本当にセッティングパーツとしても使えるようなあのボディということで、いろいろ開発して作りました。じゃあ次行きましょうか。最後でございます。はい、今回は本当にね、あの新製品の内容がすごいこう一個一個が大きいんで、まあそれだけを重点的に置いてるんですけど、はい、はい、最後こちらがですね、フレックス GT ミラーシリーズとなっております。今結構 SNS とかで皆さんいろいろ噂にしていただいてるんですけど、こういう以前から、まあ、ミラーってあると思うんですけど、こういうミラーって、うん、はい、あると思うんですけど、まあ、今これこうねじったりとかしてこうだいぶくたびれてるやつなんですけど、はい、実際には、まあ、こういう感じでパリッとしてる感じです、はい、うん、でもこういうのってあこう結構首が細いんで折れちゃうんですよ、はい、で毎回やっぱり買い替えるのも面倒くさいし、うん、なんかどうにかならないかなっていう、まあ、僕が個人的に欲しくて、はい、僕もあのこういう D1 車両とかそういう車って結構こういうミラーが多いんで、やっぱりこういう細いミラー使いたいんですけど、はい、折れちゃうから結果太いのにしなきゃいけないっていうのが嫌で、でいろいろ金型屋さんとかと素材とかいろいろ話して、どの材料ってのは言えないんですけど、かなり正直原価の高い材料をして、まあ、あの形がしっかり整ってなおかつフレキシブルって都合いいじゃないですか、はい、で都合いいものってやっぱ高いじゃない、なので一応それで選択してやりました。で実際にちょっと、まあ、デモ的に、まあ、例えばこれちぎって、はい、まあ、当然こういう状態だと全く折れない、全然折れなくて、でさすがにこうやってねじって、うん、よいしょ、まあ、ある意味もうこの時点ですごくないですか、うん、あ、ようやく折れた、このぐらいにしたら折れますけど、やばちょっと、そんな負荷絶対に起きないんで走ってて、いやー今何回転、もう数えてないですけど、まあ、さっき測った時は14回転とか、うん、浅田真央超えましたね。あ、そうですね、いや超えていかないとレブディですからもう参った、まあそんな感じでうちとしても、うん、もちろんその競技系のメーカーっていう意識が多いと思うんですけど、はい、本当にその初心者にも扱ってもらえるキットだったりとかボディとか、あとはこういうアクセサリーパーツとか、その辺も意外とやってるんです。まあ、本当に競技だけ出てる方がお客様ではないので、本当にラジ撮りを楽しんでくれる全てのファンの方たちが大事にしていかないといけないので、ね、趣味の方とかね、はい、その辺もね、いろいろ今後も例えばウィングステイ出したりとか、はい、まあ、ボディせっかく出したんでその辺もやっていきたいなと。なるほど、はい、OK です、大丈夫です、いいです、いいです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、またお願いします。